重どま内の馬野旧割付住宅は山形県最上郡最上町大和坂井殿にある古民家。江戸時代初期に建てられた当時の庄屋の住宅である。1969年12月18日に国の重要文化財に指定された。所有者は最上町で1971年から1973年にかけて解体復元修理が行われた。 有リ家は1638年から1647年頃までの間に独立した村となった境田村で、代々この家に住んで村の庄屋を務めた家柄である。建物は役屋としての性格を持ち、豚屋や旅館としての機能も備えていたと見られている。仙台藩領と新城藩領の国境を守る役人という立場でもあったとされ、場所により奥の細道に、 風人の家と綴られている。元禄二年5月15日、仙台藩領から、出羽国に向かっていた、廃人、松尾芭蕉と空が、梅雨時の雨のために2泊3日、この家に滞在したと言われている。その時に読んだ飲みしらみ馬の尿する枕元が有名である。付近は1954年に最上長となる以前は、小国を名乗る山形県内で随一の馬産地で、 江戸時代にも馬を寒さから守ろうと県人の住まう母屋に飼っていたことがこの句の背景にあった。桁雪25.5メートル、張間11.2メートル、寄せ胸作り、かやぶき。ありがとうございます。